で99球っていうのはある程度ストライクゾーンで勝負してくれないとこういうね球数にならないんですよ。だ初球からストレートを打ち行ってボムだとそういうのがすごい見れて、はい、でフォアボールこの試合ね1個も取れなかったんですよ。逆に言ったら1戦目にチャンスをもらったものがこう手放してしまった、うん、だから打たなきゃいけないっていう焦りに変わって初球から打ちに行く、その初球から打ちに行くことは逆に言ったら相手を助けてしまう、ベンチからの意図なのかどうなのかっていうのが曖昧で、はい、結局強攻策で三振で倒れてね、はい、森野正彦チャンネルドラナイス。さあ始まりました、森野正彦チャンネル。バンテリンドームで行われた東京ヤクルトスワローズとの3連戦は1戦目1対4、2戦目0対5、3戦目2対2で2敗1分けという結果でした。いやー、ファンとしてはとにかく悔しい3連戦でしたけれども、森野さん、はい、どうしていったらいいんでしょうか。皆さんどうしたらいいでしょう。僕も悩んでます、悩み多いですね。いや本当ですね、ちょっと、はい、もうね、まっすぐ前を見るしかありません。僕はもう今日はずっとまっすぐ見てますけど、まっすぐいろんなことを考えながら、はい、この動画を撮っております、うん、はい、まあでもね、はい、先ほど言ったように振り返りをしながらねちょっと喋っていきたいなと思います、うん、ドラナイス。それでは1戦目から振り返っていきましょう、はい、森野さん1戦目は東海ラジオの方で解説もされていたと思うんですけど、はい、してました、はい、どうでしたか。そうですね、うん、負けてしまいましたというね結果なんですけど、そうですね、まあ勝ちをね、うん、勝ち運を持ち込めずにね申し訳ないなって気持ちでしたね申し訳ない、申し訳ない、僕のせいです。そうですね、森野さんがドームにいらっしゃる時は、はい、勝率が高いっていう感じだったんですけど、はい、ちょっとね、ヤクルト戦になると、うん、僕のそういうね鎮痛力というものがね去年からおかしいんですよね。あ、そうなんですね。ヤクルト戦、はい、去年の7月7日の事件もありましたし、あ、ちょっとねヤクルト戦には僕には向いてないのかもしれないです。そうなんですね。じゃあ森野さんのせい、もうそれで済むなら僕のせいにしてくださいそれだけじゃちょっと済まないですよね。はい、済みませんね、うん、はい、ということで振り返っていきましょうか、はい、1戦目ですね、先発が勝野投手と、はい、ヤクルトスワローズが金久保投手、はい、ね、僕がこう注目して金久保投手をね、はい、言いましたけども、うん、まさかあのような降板の仕方になるとは思ってもいませんでした。そうですよね、長いイニング見たいななんて言ってたらね、うん、2回3分の1と、うん、残念な結果でしたけども、はい、逆にねドラゴンズはそのスワローズの小刻みな系統に1点しか取れず、うん、ね、はい、まあ、4対1で敗れた試合なんですけども、勝野投手ね、はい、4イニング2失点と、はい、僕が言ったねオスナ選手ツーベース2本、まあ、そこまでしか言ってなかったですけど、はい、その後にねサンタナ選手に打たれ2失点と、はい、あまり言っちゃいけませんね。そうですね、やっぱりあまり言っちゃいけないですね。いや、誘導がだから言わなきゃいけないんだけど、うん、そう、まあでもね、勝野投手ね、その2本とも打たれたタイムリーなんですけど、はい、甘かったですね、うん、真ん中の高めに浮いたスライダーとまっすぐを打たれたんですけど、はい、本当内容がね、良くない点の捉え方をしてしまったなと、うん、両方ともね、ツーアウトから取られた失点ということになってしまって、はい、4回でね、4回の裏、チャンス回ってきたので、この試合ね、まあ交代してしまったんですけども、はい、まあでもね、もう少し先にね点取れたら、そうですよね、投げれたのかなっていうのもありましたし、まあ1試合目ね、いろいろありましたけども、はい、これもね、まあ後のポイントとして、振り返りたいなというところもあります、はい、で2戦目ですね、2戦目は福谷投手と小川投手の投げ合い、はい、はい、0対5の試合ですけどもね、どうしたのドラゴンズっていうね試合でしたね、はい、まあ小川投手99球というね、うん、投球数で、完封した試合、はい、うん、まあこれね3安打っていうね風に抑えられて、うん、まあ0点ですから、まあ、勝てるわけないですよね、うん、勝てないんです、勝てない、うん、
ね、この試合、ガーバー選手を外し、はい、木下選手は休まして石橋選手の若さにかけたというような試合になりましたけど、はい、まあね、石橋選手がヒットを打って、うん、いいところは見せれたかなっていうのはありましたけども、うん、まあでもねって完封負けですねっていう試合でしたね。0点はい、でもこの試合はですね、私、テレビ愛知さんの方で副音声ということで、はい、この試合に解説をしなくてよかったなという、はい、試合になりました。解説をしなくてよかったな、言葉がこれはね出るような試合じゃないんです。それもね、これ僕バッター出身ですから、はい、野手の方の話をしてくださいと言われても何も話せない、はい、試合だったと思います。この試合ね、タオさんが、はい、主音声の方で解説だったんですよね、はい、5回の掛け合いの時にですね、うん、タオさんの方から中日のバッター陣どうでしょうと副音声の僕に聞かれてもねっていうのがありましたから。そうだったんですね。はい、うん、まあその松村さんとこう喋ったりしてたんですけども、はい、うん、そんなじっくり解説ほど野球見てないですから。ああそうなんです、副音声なので。そう、ゆるっとゆるっと見てるぐらいで、うんうん、急にねそういう風にねタオさんの一言ねっていうのありましたけど、急に言われてびっくり、はい、それも全く打ってない状況ですからね。高橋周平のファーストライナーが唯一のいい当たりでしたねぐらいしか言えなかったですねいや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 、はい、そうだったんですね。そうなんです。だからそこでね、まあ、2戦目のこう内容としてポイントとかね上げたいんですけども、はい、まあ、そういうのもありますからちょっとね、うん、後でこれは喋りたいなというところですね、はい、で3戦目、柳投手来ましたね。はい、で相手が奥川投手という試合でした、うん、はい、柳投手ね、これ7回120球も投げてくれましたね、うん、4安打9奪三振、まあ2フォアボール2失点と、まあ仕方ないな、この球数は使うなというところでね、うん、初回のこのホームランっていうのは、いやこれはね柳投手を攻める必要ないし、あそうなんですね、うん、確かに甘く入りましたけど、はい、逆方向にあんだけの高さでホームランを打つ村上選手を褒めたいし、まあそうですよね、本当にそうです。いやすごいバッターだね、うん、うん、ドラゴンズもそういうバッターいないかなと思っちゃったんだけど、うーん、まあそのね、2失点でこうなんとか抑えてくれて、はい、うん、まあ結局ね、2対2という引き分けで終わりましたけどもね、うん、はい、はい、柳投手ね、まあ先にね点は取られましたけど、その後のねピッチングの内容は本来の姿で、うん、でやっぱりねこう3年生振り返って、はい、このピッチャー陣ですけども、3、4番ね山田村上っていうところにやっぱり球数は必然と多くなるなというところですね。そうですよね、うん、で3戦目にね柳投手が投球したのは普通です。はい、3、4番に球数使って大沢選手にこう回るっていうふうに僕は言いましたけど、はい、まあ、そういうところなんですよね、うんうんうん、でそこを打たれなければこういうふうに点取られていかないと、はい、うん、いうのがねもう本当に、出た、うん、試合だったかなっていうふうに感じました、うん、まあこの 3連戦ね、はい、簡単に言うと、バッター陣全くいいところありませんでしたね、うん、本当に最後の3連戦目の9回、ここだけなんとか点、苦しいところでも点取れたなっていうところだけですね、うん、同点になりましたもんね、はい、うん、であとはポイントとして、この後ねちょっと喋っていきたいなと思います。ドラナイス、ではポイントですね、はい、ポイントをね、2つ挙げたんですけども、はい、まずね1つ目、この 1,2,3 連戦の、はい、このね流れっていうのをねちょっと話していきたいなっていうふうに思うんですよね、うんうん、これ野手の方の流れなんですけども、はい、1戦目ね、金久保投手が投げた試合で、うん、早いイニングに降りたというところなんですけど、はい、その後のね、今野投手が投げたところで、はい、フォアボールがね3つ連続で満塁のチャンスを作ったところっていうのもあったり、はい、フォアボールはこの試合ね6四死球と、うん、うん、いう試合だったんですけど、はい、あったんですけど、はい、そこでねそういうところに点をねまあ点を入れられなかったというか、うんうん、流れを持ってこれなかった。逆に相手がこう流れをくれたような感じなのに手放してしまったっていうところからですね、うんうん、ドラゴンズのバッター陣の打撃がおかしくなっていったなと、うん、うん、これねすごい難しくて、はい、
くれたチャンスはものにしないといけないんですけども、うん、これを逃すとどういうふうになるかというと、2戦目、ね、小川投手が投げた試合ですけども、はい、ドラゴンズのバッターはストレートっていうのにすごい的を絞ってるっていうのはすごい見えたんですよ、はい、画面越しでも僕ね、うん、球場行ってましたけど、はい、すごい見えて、うん、で99球っていうのはある程度ストライクゾーンで勝負してくれないとこういうね球数にならないんです。うーん、だ初球からストレートを打ち行ってボンだとか、うん、そういうのがすごい見れて、はい、でフォアボールこの試合ね1個も取れなかったんです、逆に言ったら。うん、だから甘い球、狙いの球は来てるんだけど、うん、今度は打てない。あ、ね、今度はそうしたら焦りますよ、ね、そうですよね、流れ的に、うんうん、じゃあ3戦目何をするかというところで、若いね奥川投手なんです今度は、はい、で名古屋ドーム初登板で、うん、どちらかというとストレート系が多いピッチャー、うん、まああとスライダーとフォークボールかなっていうぐらいのねピッチャーなんですけども、はい、そこに対してシクハックするんですよね。そうですよね、奥川投手にここまでね、スイスイ投げられてしまうかと、うん、でフォアボールも一つも取りませんでした。でこの試合3戦目なんですけどフォアボールが1個しかなかったということで、はい、マクガフ投手の、フォアボール、はい、ただストライク入らなかったっていうだけのフォアボール1個、うん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 、ただフォアボールがどんどんなくなっていってしまってる。逆に言ったら、ドラゴンズの打者陣は1戦目にチャンスをもらったものがこう手放してしまった、うん、だから打たなきゃいけないっていう焦りに変わって初球から打ちに行く、うん、その初球から打ちに行くことは逆に言ったら相手を助けてしまう、うん、で小川投手のように完封、奥川投手のようにじっくり攻めればなんてことないのに焦ってしまう、うん、自分たちのバッティングはできない、いい形が見えてこない、うんうん、だからそういうね流れの悪さ、逆にね打てる球ってストレートはストレートでいいんですけど、はい、簡単に言いますけどね、はい、ストレートのどこを打つのかっていうのはすごい大事なんです。あ、だから四隅ってありますよね、はい、こうね四角に言われますよね、うん、ストライクゾーン、うん、この隅、うん、端っこ、高さも一番上と下、はい、ここ打てません。うん、確率悪いです。ほんと真ん中ね、うんうん、真ん中というところにこう絞って、うん、そっから外れた外なのか内なのかっていうところをねもう少し明確に狙ってってもいいんじゃないかと。だから逆にこの隅のボールを前に打つ必要はないんです。うん、90度の中に飛ばす必要もなくて、はい、ファールでいいんです、うん、そこは。それで甘くなった球を打つ。そういうことなんです。もう本当に狙いを絞って絞って、そう、それを打つ、うん、そうしないと今の流れはやっぱりね、まあ断ち切れない。あ、変わっていかない、うんうん、勝っていけないし、うん、連打も出ない。3連打4連打っていうのはないですか今ドラゴンズ、はい、そうすると点を取る確率も減りますし、うん、そういうところ連打をね、ホームラン出ないならば連打、そうですよね、その中でフォアボールも取る、うん、そういう風にしていくのがドラゴンズ打線。うん、それが全くねできてないですよね。うん、だから3連戦のその3戦目の、9回ぐらいですね、はい、やっぱり福留さんがいいところを見せてくれて、うん、最後に最後に甘い球、外目の高め、はい、ね、甘い球をヒットにしてそこからつながっていって、ね、はい、これ基本ですから、うん、だからそういうのを意識してほしいなと。これが1つ目のポイントですね。はい、ドラナイス。で2つ目ですね、はい、2つ目はバントですね。バント、はい、うん、バントができるできないっていうね、僕の考え方なんですけど、はい、うん、バントをするかしないかっていうのは、僕成功率は 50% だと思ってるんです。あ、前の動画でもありましたよね、はい、うんうん、言いましたよね、はい、バントは成功するかしないか、だからできない選手にやらせたら失敗する確率は高くなる、はい、そうですよね、できる選手にサインを出せば確率は高くなる、うんうんうん、これはもう当たり前のこと、はい、でもできる選手でも失敗するか成功するかとか ね、 そ, うですよね、うん、それは 50% でしょ、うん、普通に考えて、はい、だからそういう話をしたんですけど、3戦目ね、根尾選手ここでバント、はい、うん、最後の最後でね、これ僕もこう試合見ててどうすんのかな、うんうんうん、私も思ってました。うん、できなかったですね。そうですね、バントをね、はい、まあ、練習しなきゃいけないんですよね。できなければ練習、うんうんうん、これは僕も若い頃通ってきましたし、はい、苦しい場面で山田監督の時かな、うんうんうん、代打バントっていう仕事もしてました、はい、僕代打だけじゃなくて、うん、で2011年ですか、はい、
くね、僕は打てない時に、うん、試合に出るためにバントっていうね、あ、仕事もしました。うん、2割3分しか打てなくて、はい、でもバントができるから試合に出させてもらってたっていうのもありましたし、やっぱバントってね、バッターの自分を楽にする、うんうん、一つの作戦ですし、チームのためになる作戦。そうですよね。うん、このね、ところで僕ね、まあ、バントができるできないっていうのは、そのネオ選手はやっぱりできなかったんなら練習をしなきゃいけない、うんね、だからみんながみんな最近いますよね、はい、滝野選手もバント、京田選手もバント、うん、はい、ね、バント出される人間はバントをしなきゃいけない、うん、ね、木下選手はね、この間バントをするかしないかっていう話もありました。ありましたね。うん、そのバントって作戦って当たり前なんですけど、うん、難しいんです。うん、3戦目ね、見てもらったら分かると思うんですけど、はい、まあ、こういうことあったんですけど、まずね、7回裏、はい、7回裏ですね、高松選手が盗塁した後にノーアウト2塁と、はい、ここで根尾選手が代打で出てるんですけど、うん、ここでね、点差が2対1、はい、1点差ですね、1点差、はいはい、ここで追いつきたいのか一気に勝ち越したいのか、うんうん、これ2つに分かれますよね。難しいところですよね。うん、でもやっぱりね、ここはバントかなっていうのは正直言いました。まずは1点っていうことですよね。そう、その形を作ってほしかったなと、うん、バントのサインがなんかね、まあ1球目で盗塁して、はい、2球目の時にバントしに行ったんですが、中途半端になっておかしかったんですよ。それでコーチャーのところと秀臣さんと根尾選手が話して、はい、ちょっとタイムを取って、そういう作戦会議みたいなのもしてましたけど、はい、だからそういうのがね、ちょっとベンチからの意図なのかどうなのかっていうのが曖昧で、はい、結局強攻策で三振で倒れてね、はい、その回ランナー動けずに、京田選手に回って内野安打を打ったんですよね、はい、あれ、これ三塁にちゃんと送ったら、これ京田選手の内野安打で1点取れたんじゃないですか。はい、だかやっぱりね、こうやってね、一つのバントの出すところとか大事になりますし。そうですよね。うん、やっぱりね、その9回こう痺れる場面でバントをしなきゃいけないっていうところで、やっぱバントができる選手にならなきゃいけない。うん、ね、9回にやっぱバントを出すってことは7回にバント出してもいいのかなというふうな流れもありましたし、もうね、このバントっていうのは本当難しいんですけど、難しいですよね。うん、もっとね、普通に考えてやればいい作戦なんで、うん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 、何も曲げる必要ないです、はい、もう頭の中をこうで考える必要ないんです、うんうん、あ、ここバントどうしようかなと思ったらバントでいいんです。うん、僕はそういうふうに思ってますから、うん、ね、だから逆にドラゴンの作戦的にシンプルにね、はい、今はもうみんながチーム全体がここバントだよな、どうすんのじゃなくて、バントだよなと思ったからバント、あ、ね、そういう風になるとチームの方向性が一つになりますから、流れも良くなるんじゃないかなという風に思ってます。ドラナイス。この3連戦、森野さんのツイッターの方にもいろいろな質問が来ていたので取り上げたいと思います。はい、まず1つ目に、さすがに3戦目の結果次第では1軍と2軍の入れ替えありますよねっていうのが来ていってました。はい、どうでしょうか。まずね、はい、話さないといけないのは、はい、あまりにも、もともとね、ドラゴンズは 1,2、はい、軍の入れ替えが少なすぎる。それは思います。うん、なんで少ないのじゃなくて、はい、ここは断言して少なすぎます。うん、少なすぎる。はい、うんうんうん、これはズバッて言いますけど、うんうん、これチームね、まあ育成っていう部分の選手も当然いるんですよ、はい、だから1軍にはまだ呼ばないとか、うん、そういうのがあるんですけど、はい、戦力を使いこなすのは監督の能力なんです、これは。はい、ね、監督の批判とかじゃなくて、はい、監督がどうするかっていうのがもう全て入れ替えに変わるわけです。うーん、だコーチが勝手にこの選手とこの選手を入れ替えますってことはできませんから。はい、そうですよね。はい、もうこの入れ替えっていうのは監督です。うん、うん、その監督が入れ替えたくないから結局入れ替えてないんだと思うんです。ああ、そういうことなんですね。はい、で、正直にじゃあ2軍の方に調子のいい選手はいませんという報告が上がってきます。はい、そうすると入れ替えたくても言い換えられないですね。そうですよね。うん、うん、だけどもこの天秤にかけるわけですよ。はい、どうしても1軍だともう不調で2軍の方に上げたいんだと、うんうん、そっちに送りたいんだ、そっちが優先になれば
じゃあそれだったらその中でも2軍の選手だったらこういうのいますよっていう報告が来るはずなんですけど、上げるしかなくなりますもんね。そうなんです、そうなんです、うん、だからそのね2軍の方に行かせなきゃいけない人間って今ねいると思うんですよね。あ、うん、だから今ベンチ入りしてるメンバーでこうベンチにいて、はい、じゃあ仕事に役立つっていう選手はねちらほらいます。はい、そうだったら2軍の方からこうね今1軍に必要そうな選手をベンチに入れておいた方が確かに戦力になりますから、うんうんうん、だからそういうのはちょっとねドラゴンズ考えなきゃいけない時期ですし、入れ替えだけが全てではないです、はい、入れ替えるからじゃ あの試合に使って結果を残すかっていうわけじゃないんです、はい、うんうんうん、あくまでも競争意識も大事です、はい、当然1軍の選手は2軍には行きたくありません。そうですよね、うん、だけど2軍に行かないと競争っていうのがこう入れ替えっていうのはないと競争っていうのがなくなります。あ、で2軍でいくら頑張ってもこんだけ調子いいのに上げてくれなかったら、うんうんうん、俺もう一生上がれないんじゃないか。あ、でやってもしょうがないじゃんって。確かに、だって2軍ってお金ね稼げないんですよ。うーん、野球選手は1軍で働いてね活躍してお金をいただくんです。うん、だそういうねガツガツした選手が今ね一軍にそういるのかなっていうふうに思います。僕は綺麗に野球やろうしてるかなって、もっと競争心を、うん、煽るためにもね、うんうんうん、今の現状だからこそ入れ替えっていうのは僕は絶対するべきだと、うーん、僕はね強く言いたいですね。そうなんですね、はい、じゃあ2つ目にこちらですね、はい、勝つための処方箋はどこにありますか。これはね難しいんですよね、はい、勝つための処方箋は結局勝つしかないんですよ、うん、勝つしかない、勝つしかないんですけど、そうですね、勝つ前の話をこうね聞いてるわけで、そうですね、うん、はい、これはねもうねやってる選手ね、僕も結局ね選手やってた方が楽だったなっていうのがありました。え、この今現状を見てると。そうなんですか。はい、もう厳しいからもうね見てる方が辛い。あ、そういうことね、勝てないと。よくファンの皆さんねこれ見てる動画の人の方が、はい、多分ね辛い思いしてますよ。うん、悔しい、悔しいし辛い、うん、うん、だからこれはね、ファンの人がなんとかねこう選手をこう支えてあげて、はい、ね、それも処方箋になりますし、うんうんうん、僕たちも諦めずにこの動画をやってねなんとかドラゴンズってのを盛り上げてっていうのはあります。うん、だそれが処方箋になってくれたらいいなと。いや本当ですね、うん、選手ね僕も選手やってましたし、はい、そういうところでは選手だけじゃ結局乗り切れないんですよ、うん、ね、弱い人間ですからみんなが、うーん、強くなりたいんです。やっぱりファンの方の存在があってこそ、そう、うん、だからここはねグッと我慢して、はい、もう一回ね開幕前のような、うん、清々しい気持ちで応援したりね、僕たちもちょっと応援したいですし、はいです、ね、選手もそういう気持ちで開幕前のね、よしやってやるぞっていうね、うん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 、今年1年ね、頑張るぞっていう気持ちがもう一回ね、今ここに来てほしいなと、うん、初心を忘れずってことですね。そうだね、いいこと言うね、初心忘れずね素晴らしい、はい、頑張っていきましょうね、はい。